2回になります。追いかけるスワローズの攻撃、バッターボックスは4番村上。タイガース1点リードで迎える2回です。さあ1点を先制してのこの回の守備となりました。まあそうですね、ピッチャー陣はこの先制点を不意にしないようにしたいですよね。なるほど。さあしっかりと守っていきたいところ。低め空振り、ノーボールツーストライクです。よく見ましたね。さあ勝負してくるのか。緩いボールできました。さあ仕留められるか。切れていきます。ファウル。インサイド、弾き返した打球はレフトへ。レフトが取りました。ワンアウトです。さあマウンド上は村上。完全試合までいよいよあとアウト1つとなりました。三振になります。試合終了。相手ピッチャーの前に手も足も出ず、パーフェクトに抑え込まれました。ジャイアンツは